これが例のブツです、主様。あれ、私のセリフを取らないでください。何喋ったらいいかわからなくなりますよ。いやいや、チンって悪いけど少し困らせた方が可愛いからさ。可愛がっていただけるのなら、少々不満ですが。それでこのサングラスってどんな効果も入れることが可能なの？はい、まだ試作品ですから一度入ってしまったら1日で壊れてしまいますけど、代物としての性能は十分に発揮できますよ。それでどうやって使うの？サングラスにオーラをまとってください。ならその間だけ効果を発揮しますよ。なるほど、使用方法はなかなか簡単だな。ああ、何か数字が見えた。ふふ、今回は相手の好感度が目に見えるようにしておきました。好感度はミガドルエデンの規則にのっとっているので細かい内容はミガドルエデンの説明を見てください。オッケー、それで100以上はどうなるの？完全なる中性、絶対的愛情、100を超えるだけでも相当ですからね。200超えようものならもうそれはすっごくヤバいです。なるほど、真は信用できそうだね。なんかコメントしづらいけど。まあ、今日はどれほど主様が愛されているか確認してください。よし、どこまでのものか確かめてみようか。真のバーカ。いきなりひどいですよ。嘘、真は本当に頼りになるね。いつもありがとう。もうなんですか、いきなり罵倒したり褒めたり。なるほど、その時の感情で結構数値が変わるんだな。今私で試しましたね、ひどいですよ。ごめんごめん、それじゃあこれで休日を楽しんでみるよ、ありがとう。はい、ぜひ今後とも真をよろしくお願いいたします。はい、ここまでの説明でわからないところはあったかな。天使の言うことなんか全然わからへんわ。ならみには居残りだね、頑張って。うちは問題ないよ、むしろわかりやすいくらいやわ。そうだね、このままもっと賢くなってママのお手伝いできるようになりたい。カエルは勉強熱心だね。私は興味ないからぼーっとしてたよ。ならエテルも聞いてないやん。理解はしてるから耳とは違うよ。何やって？ほらほら、喧嘩しないの。それに別に慌てて教えるものじゃないから、みんなが理解できるまでゆっくり教えるからね。帝国の教育方針は何年かかってもいいから確実な理解をする。人材には別に困ってないからこそ個性と戦力になる人材育成が推奨されてるんだよ。特にこのクラスは主様の側近という重要な役目を持つ子たち。だからこそしっかり学んでもらわないと。さすがデッカの吸気紳士だ。二人ともすごくいい子だ。うちの二人も見習ってほしいもんだな。あ、主様、見学ですか？見学、むしろうちらと勉強した方がええんやない？うるさいぞ耳、一番バカなんだからしっかり勉強しろ、脳筋。誰が脳筋や、なら主は脳なしや、バーカバーカ。ほらミミちゃん、汚い言葉を使わないように。あなた自助でしょう、ちゃんと礼儀を身につけないと。主に負けたんだから仕方ないよね。今やったら勝つのはうちやで。主がいないと力も発揮できないくせに。喧嘩うっとんかいね、ええー、でこのままでも買うで。いらないよ、絶対負けないし。またミミちゃんとエテルちゃんが喧嘩しちゃった。しゃあない、うちは寝る。寝そうだね、ほら、ミミちゃん、エテルちゃん、騒がないの、授業再開するよ。私別に騒いでないけどね。さすがミスティアとミエル以外は好感度低いな。でもまあ例じゃないだけマシか。さて、邪魔になるし、俺は移動するよ。みんな勉強頑張ってね。52、75、69、29、80、79、19、48、22。あれ、主人様ですよね。何してらっしゃるのかしら。今のところマイナスはいない。なるほどみんな忠誠心はあるんだな、面白いや。157、なんだ、かなり高いぞ。パト様、こんなところで何してるの？いや、ちょっと新しいサングラスを作ってもらったから調子を確かめてるのさ。さすが天族神、平気で好感度を100超えてくるな。これは天族神を見た方が面白いかも。あ、でももし引っかったらショックかも。何か困りごとですか？それて、俺に不満があったらどんどん言ってくれていいからね。絶対に溜めないでね。はい。いきなりどうしたのかな？秘書としてはちょっとできないくらいが面倒見があって私的にはいいのだけど。ちょっと休養を思い出した。じゃあね、ソルテ。何だったのかしら。とりあえず私たちのメンバーに一人加えたい子がいるからその子をスカウトしたいのだけどどうかしら。いいのではないでしょうか。きっとセッカちゃんが選ぶのですから。それで誰なのですか。護衛部隊所属のロート、エイド、最上級神192で援護に特化した神様ね。援護特化、実際はどのような援護が可能なのですか。ラル様曰く、状態上昇効果はもちろん、覚醒を意図的に引き起こしたりできるらしいわ。聞いたらそういう神は、エンジン、と言われるのだけど、護衛部隊は結構エンジンがいるから一人だけならこっちにくれるらしいわ。なるほど、それで一番優秀な方を。いいえ、私たちと相性が良さそうな子ね。優秀でも私たちと合わなければ連携が取れない。援護は連携が最重要だからこそ、私たちと相性のいい子を重点に選んだわね。
まあ、それも実際にやってみてだからまだ決定とは言えないけどね。そうですね、体の相性も確かめておきたいですし、どんないい声で泣いてくださるのかしら。本当つくづくなんてパトについてきたのか不思議ね、ユリのくせに。違いますよ、ユリもいけるのですよ。もちろん殿方は我が君であるパトさんにしか許していないので誤解なきよう。あ、そう、私たちには手を出さないでね。ダル、まさか寝てないわよね。寝てないよ、まぶたの裏を眺めてただけさ。斬新な発想ね、でも寝てんのには変わりないわよ。あ、打ち合わせ中だった。すご、100超えるだけでもすごいのに手塚200平気で超えてるじゃん。パトじゃない？どうしたの？サングラスなんかつけて、おしゃれ。なるほど、視線を相手から見えなくさせることで、どこから攻めるかを悟られないようにするのですね。素晴らしいです。何でもかんでも色に応用させようとすんな。というか、トール寝てるの。そうなの、全くそんなに長い話してなかったのだけどね。パト、今日は何してるの？できるだけ専属神たちと会って話をしようと思ってね。集合させたらいいのに。いいよ、今日仕事の人だっているし、会える人とだけでいいよ。ふん、ならメリアちゃんはどう？確か今日はメリアちゃんも休みだったはずだから。メリア、だと。盲点だった、メリアか。俺の一番の側近でおそらく俺でも自覚できるほど俺に好意を向けてくれている。せっかで274だぞ。それを超えてくるとなると、どうなるんだ？そうか。ならちょっとメリアのところに行ってみるよ。うん、気をつけてね。なんか動揺してた。メリアか、せっかで274ならメリアは500か。いや、そもそも500ってどんなレベルだ。神は200でもヤバいって言ってたのに。くっそ、好奇心が俺をメリアのところまで足を運んでしまう。なんて罪な足なんだ。好奇心でパンドラの箱を開けてしまうか。好奇心旺盛な主様よ。この声は寝るか、どうせ暇なら出てこいよ。ほほう、私の好感度を見たいと、そんなことせずともわかりきっているだろうに。だが仕方ない、主様がどうしてもというのなら出てこようではないか。ほら、見てみたかったのだろう、見るがいいさ。だが、すっごい堂々としてる、それほど自信があるのか。うわ。いくらだ？ 260。なるほど、通常時だと石化に劣るか、さすが石化、同じツンデレ属性として鋼鉄種と呼んでいいだろう。自分でツンデレと言っちゃうか、ネルさんや。覚えておくんだな、ツンデレのツンデこのレベルだ、出れたら余裕で300は超えるぞ、どうだ、ツンデレ最高だろ、ツンデレ大好きな主様よ。まだ、まさかここまでツンデレの PR されるとは思わなかったわ。仕方ない、私は負けず嫌いなのでね、最後は石化に勝ってから去ろうか。主様、大好き。あれ、ネルがこんな可愛い表情で愛情表現してくれてる。嘘だろ。どう、私を愛してくれる。うん、これは、やばいかも。そうか、なかなか主様もちょろいな。あれ、罵倒されてるはずなのになんかすっごく可愛いぞ。これがツンデレ効果？もはやもうメインヒロインにしたいほどだ。恐ろしい。効果抜群ということだな。さて、攻撃の究極系として満足したし、戻ろうかな。ネルさんや。さっきのは。また気まぐれで見せてやるさ。ずっと出れたら効果が薄れるだろう。性格的ツンデレ、もはやファッションツンデレ。あれ、ご主人じゃないですか。匂いと気配でわかりましたよ。たか、まったく、今回は勝ち逃げできそうにないな。さあ、振り向け主様、一番の側近がどこまでのものか見てやるんだ。あれ、なんだろう、本来嬉しいはずなのにすっごく怖い。ご主人、どうしました？はい、なんでもないよ。さあ、パンドラの箱の中身を見てしまったか、主様。あ。どうしました？ご主人、何か私の顔についてますか？大丈夫ですか？顔色が悪いですよ。俺はメリアの愛の凄さを知った。まさか、ここまでとは。さあ、化け物みたいな終わり方しないでください。一途なだけです。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。